まあ、売れたい、売れたいと。売れたい、売れたい、売れたいと。言いますもんね。人はね、昔から。僕らはもう、とにかく売れたい、売れたい。そうだね。フランスの古いことわざで、うん、売れたい、売れたいって言いますもんね。何何それフランス語なのどっちなの訳したんやちょっと、わかんないけど、押しなさいよ、こういうのとかちゃんと。ストップウォッチを。ケラケラケラじゃないでしょ作家さん。だからいつもなんかもう、1時間とかになっちゃって。そう、どっから始まる。今始まってんのかってことだもんね。確かにね。そっかそっか。これ生きてんのかっていう。急ランプとかもないし、別に。だから、はい、うれたいね。この番組も、はい、ビジネスに発展させていかなきゃいけないみたいな話をしてたじゃないですか。ずっと言ってますよ。はい。ね、うん。どうやら、うん、この番組、はあ、先月だったかな、うん、もう、隔週の番組でありながら、はい、1位になりました。あ、素晴らしい。だって番組的には、なんかその、作品がね、ついてたりとかってするわけでもない、うんうん。番組じゃないですか。掘ったて小屋じゃないですか。橋の下に勝手に木材で建てた掘ったて小屋じゃないですか。なのに、1位になりました。あら、すごい。はい。じゃあもう、連れて、要は、その掘ったて小屋が、20th Century One で、絶対人気物件だと。そうそう、家具付きだと。拾ってきた、拾ってきたビールケースに座ってくださいみたいな。もう内見がもう何件も入ってると。そう。なんですけれども。はいはいはい。なんか普通だったら、おめでとうございますみたいな。うん、そうですよね。1位ですもの、せっかくの。なんか、なんだったらあそこがガチャって開いてケーキの2つ入ってきてもおかしくないんですけど。おかしくない、おかしくない。高橋くん曰く、うん、上の門に、うん、この番組が人気番組であることがバレちゃったんですっていう言い方してる。バレちゃったって何つって。何バレちゃったってどういう意味って言ったら、はい、なんだお前、うん、そんなに人気あんならお前、うん、宣伝とかのチャンスじゃねえか。言われて、はい、なんか読めって。何その、なんか、一塁側の壁みたいな扱い。すげえ、利用、まあ、利用ね。利用価値がある番組だと。していただけるのはいいんですけど、ちょっと、どれでしたっけ？これなんですよ。はい。この、ペライチをね。ペライチ。いただきまして、これを読まないと、はい。まあ、高橋くんがさらに怒られるらしい。そうなんですって。読まないと怒られるってもなんだよね。だってさ、このメールの紙をさ、プリントアウトしただけで怒られて、多いっつってね。そう、1位になったらまた怒られて。そうだよ。あと、だから、メールの数が多い時点で、うん、そこそこ人気あること気づいてほしかった。そうなんで。別にさ、なんていうの？ただなんかさ、紙飛行機折ってたわけじゃないんですから、我々だって。そうなんです。なんでその時点で放送局の人間が気がつかないんですか？その、紙の無駄遣いのためにプリントアウトしてたわけでもなくて。なんでもないですよね。で、まあ、読めと。読めと言われましたけども。じゃあちょっと、鷲崎さんお願い。読みましょうか？読みますよ。はい。月刊ブシロード TV からのお知らせです。11月21日東京 MX、22日 BS11 で放送の月刊ブシロード TV では、宇都宮餃子祭りの様子を吉田さんがリポート。宇都宮市内の人気店、龍門さんでいいのかな、龍門と吉田さんのコラボ餃子の反響がすごかったです。1230食が完売。ニュースじゃん。何何の宣伝これ。これそうなんだよ。せめて我々宣伝のなんかとしてもっと機能したい。何このニュース。完売しちゃってんじゃん。売りたいんじゃないの。そうなの。売りたいんであれば我々もね、そうそうそう、吉田さんお世話になってますよ。なってます。なってますから。もう準レギュラーですよ。そうですよ。あの吉田さんおじゃなんだ役に立ちたいですけども、うん、完売しちゃってるもの。しちゃってるのもだから人気店龍門さんの宣伝になるのこれなるの？わかんないです。わかんないです。しかも吉田さんがその絡みの餃子話は、うん、これまでもずっとしてきたわけで。そうずっとしてるから。なんすかこの、この宣伝。これで満足するんすか上の人は。ねえ。いや、他も読みましょうか？読んでくださいよ。あ、これはちょっと宣伝っぽいわ。はい。なんでこれはちょっと宣伝っぽい
月刊武士ロード12月号が絶賛発売中。はい。大注目の新連載2本、うん、ヴァンガード G と、うん、ミルキーホームズ始めましてがスタート。うん、連載、喫茶休みの餃子堂は、また出てきた。また出てきた餃子。東京餃子楼、茶沢通り店とのコラボ、うん、美細餃子を紹介。うん。ああ、もう餃子番組。そうだね。餃子、じゃあ、せっかくですから、餃子が川尻、川尻さん、この単行本。あ、三つあるんですか。そう、三つ。あ、三つあるんですね。うん、月刊武士ロードで人気でだった連載作。もう噛んじゃったもん。全然噛んじゃったもん。全く準備してないですから。そうですよね。もう舌が死んでるわけです。そうだね、舌が死んでる。もう一回行きましょうか。はい、行きましょうか。宣伝舌じゃないもんね。月刊武士ロードで人気だった連載作、うん、ミルキーホームズ・フェザーズ編のコミックスが、12月9日についに発売決定。うん、フェザーズ二人によるお渡しイベントも開催予定。詳しくは月刊武士ロードホームページやツイッターで随時情報をお伝えします。本当に宣伝になるのこれ。もっと宣伝媒体として俺はちゃんとしたい。じゃあ、せめて。そう、音楽とかさ、かけるとかさ、どうせこれ素でしょ素うどんでしょ素うどんで流すんでしょ素こくちでしょまあまあまあ、冒頭でね、言えたことは。そうだね。あと、どこで言えばいいのかわかんないもん、じゃあこれ。そうそうそう。この、その、なんかの、プチロマンスと、ワシアサザライドの間に、うん、では、ここで、うちのコーナーでございますって急に入ったらやっぱおかしいもん。ここしかない。ここしかない。確かに。いや、だから、もう、まあまあ、これで、僕らには、このビジネスチャンスがあると思ってもらえた。うん、まあ、上の方にはね。そうそうそう。まあ、それだけでもいいんですけども。そうね。いやー、でもね、うん、もっとビジネスにね、貪欲な人はいらっしゃって、はいはいはい、僕は今、ちょっとね、現場で、チラリとこうすれ違ったぐらいなんですけれども、うん、まあ、高橋千明さん、うん、にお会いしまして、はい、裸ね。裸。裸マンに、マンか。裸マンにお会いしまして、なんかこの間は、タイトルコールありがとうございました、つって。うん、いや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 、つって。うん、いや、つって、うん。そういえば、サヌマンの舞台見に行きたかったの。うんうんうん。まあ、8月にやってたんで、はい、なんかトーチさんが出るって聞いたから、うん、ちょっと見に行きたかったんだけど、うん、どうやって、なんかこうチケットとかお願いしたらいいかわかんなくて、うん、なんかこう、トーチさんとか、サヌマンの、なんか、ツイッターで言うのもなんか違うし。なるほどね。って言ってたんで。うん、あ、でも千秋さん、あれじゃないですか、うちの事務所の後輩である、うん、千須賀遥香と。うん、あ、千須賀ちゃんね。そうそうそう。そっか、一緒か。一緒に番組やってるんで、そこ通してもよかったじゃないですか。うん、いや、でも、ハルピを通して、マネージャーを通して、浅沼っていうのはなんかこう、うん、まどろっこしいっていう、あ、うん、そうですか。じゃあまあ今度、舞台あるときお知らせするんで、うん、つって、こう、LINE のね、うん、QR コードを出したんですよ、うん。で、それをこう、あ、ありがとうなんて撮りながら、うん、私ね、LINE 出したの。おっとこれだと !LINE スタンプだ。騙された。騙された。うまい。うまい。商売上手だ。もう、まんまとハマりました。本田宗一郎だ。商売上手なの？商売上手、上手なの？上手か。商売上手のイメージはない。ごめん、じゃあ間違えた。いやいや、もう、くるぶしのあたりを、ガバーっていう、うさぎが引っかかるやつにね、がっつり挟まれて。そうか、それだ。案の定僕んところに、もうこれはその、おっしゃってらっしゃる、スタンプですねっていうのがパーン入ってきて。我がのスタンプでしょ、そうそうそう。もうそれをね、おそらく僕は、買わされるんでしょうね。そうか、もうね、絡めてでやられてっから。もうそれしかないんですよ。ああ、うまいなと。そうだね。仕方、だってそんな綺麗に流れ作られたら、うん、あっぱれって思うものね。もうあっぱれですよ。ちょっと買ってよ、笑いスタンプ私のって言われたら、うん、あ、そんな、あけすけなって思うけど。使わねえもん、つって。で、しかも、なんだったら、もう、LINE あんま使わないんす。ぐらいじゃないですか。もうこっちとら QR コード出しちゃってるんですよ。そこまで行って、実は私自分のスタンプ出したのなんて言われちゃったら、もう、これは、巧みだわ。でね、うん、その LINE を、
この番組でも出そうっていう話をして、はい。で、絵を描いていただいて、うん、許可を取ろうよ、みたいな話、うんうん、あったじゃないですか。ありましたよ。今日ね、うん、あの、ブースの向こうにイラストレーターさんがいらっしゃる。そうなんですよ。どうもありがとうございます、なんかね。だから、この番組がつまらなかった場合、もう、スッと向こうを見たら、もう、あそこにこう、てん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 と、もう椅子が空になってる場合があります。お帰りになられましたよ、なんか。そうか、そうか、そう。え、でも、お帰りになられる自由ですよ、はい、な、あいつなんかピントのずれたツッコミしてたな、あのヒゲの方。商売上手で本田宗一郎つってたぞ、あるよ、他にって。言われる可能性も。そうですよね。あるもの。だから、まあ、要は、どんなもんじゃと。お前らの、なんか喋ってることがね、うん、面白かったら、うん、その、LINE スタンプの話にちょっと乗ったろうやないかと。はいはいはい。いうことだ。まだまだわかんないんだ。乗ったろうやなんだ。思うんです。うん。だから、ちょっと今日頑張って、うん、ビジネスチャンスに繋げていけるような。あ、そっか、そのガツガツ感ね。そうそうそう。千秋さんとね、うん、あと何餃子の告知何この餃子の告知じゃねえよ。後ろの関連の告知全体的には、ちょっともうちょっと俯瞰で見て。あの、拙者で見すぎ。あの、餃子の部分が目に、あの、目の近くで見すぎ。そうか、そうか。もうちょっとね、俯瞰で見たら、これ ね、ブシロードの、あの、告知は、餃子って文字が多すぎるから。多すぎるだけなんですよね。月刊ブシロード TV と、月刊ブシロード、そして、うん、ミルキーホームズフェザーズ編のね、うんうんうん、告知。笑うんじゃない。おい看板が笑うんじゃないよ。まあまあまあ。書いてないだろ、看板になんとかかんとかみたいな宣伝があって、かっこ笑って書いてない。そうです、そうです。ないでしょ。まあまあ、でも僕らが読んだことでね、うん、この、少しでもね。そうそうそう。ブシロード TV のね、はい、再生数が上がったり、うん、人気店、龍門さんの、うん、餃子。笑うんじゃないさあ、まあ、ぐ。まあ、そんなこんなで。まとまるか浅沼慎太郎と松崎武史の自戦期が終わらないのら今回タイトルコールをしてくれたのは、東京都在住の井口ゆかさんでしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、はい、噂によるとこの収録、はいはいはい、自分のラジオの本編より緊張して。なんかね、すごい悩んだらしいね。悩んで悩ん、終わらないのら悩んだ末に井口さん、うん、間違えましたね。なんだろうね。なんか究極のメニュー対至高のメニューとかでこう悩んだ挙句に山岡がもうなんかいろいろでぐり返っちゃってグラニュー糖出しちゃった感じの素材いや非常に可愛かったですよ。井口さん非常に可愛らしかった。僕は井口さん大ファンなんで。グラニュー糖が井口さんのグラニュー糖が出てしまう。貝原雄さんがえ？え、俺この後な、割と用意してんだけどなんか、うん、逆になんかすごいことなんじゃないかって貝原雄さんも思っちゃうえ究極の干し柿を用意してたのにそうそうあ、そうかあでも、あの皆さん舐めてみてください人差し指につけてっつって甘い。山岡な感じの。感じのやつでしたね。まあ、はいはい、前回、はい、DJCD が発売するよなんて話をしまして、はい、お知らせしまして、ちょっとこう、流させていただいたんですけど、ね、そうなんですよ。なんかそれに関してですね、うん、メールが届いております。はい。ハンドルネーム、ハンケンさん。半券と申します。初メールですと。ただいま第12回、わしざきたけし生誕祭の会をお酒を飲みながら拝聴しています。うん。わしざきお誕生日おめでとうございます。
まあでも、まあまあ、おめでとう。まあでも、その、あまりも尊敬する人に対しては、俺もだってジョン・レノンさんって言わないもの。そうです、そうです。そういうことです、そういうことです。うん、鷲崎、お誕生日おめでとうございます。はい、実は偶然にも11月の3連休に、社員旅行で箱根妹に行きまして、くずりお餅を買い、足湯に入りました。ラジオでも取り上げられていたのでびっくりして、お酒を吹きました。うん、浅沼慎さん。わしざきたけしさん、これからもお体に気をつけて人生楽しんでください。これからもラジオを逃さず聞きますね。ご賞召し上がってるから。酒飲んで、酒飲んでから。まあまあまあ。同じようなことを。すごいですね。ね、されてたんですね。箱根行った人、結構、くずり餅食べたり、足湯入ったりしてるんですかね。ベターなのか、まあまあ、その、メインストリートであるのは確かだったから、あそこを通る道なのは確かだから、見かけてやる人はいるのかもですね。うん、皆さんもぜひ、行ってみてください、うん。そうなんですよ。逆に聞いた後に同じような工程を辿っていただいてもね。ああ、それもいいですよ。いいですし。あの、人力車乗っていただいてもね。そう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 。ね。でございますけど。ああ、どうしたどうした。あ、そうそう。まあ、これも告知になっちゃうとあれなんですけど、はい、僕と、川尻さんがですね、はいはい、ある舞台、おう。おう。内緒なんだ。演出する。いや、全然言っていいですよ。タイヤのエースです。ああ、言っちゃった。なんだよ。タイヤ、なんで C なんだよ。なんで、餃子言っていいのにタイヤのエース。ダメか。まあ、それの舞台版の、うん、僕が脚本演出。すごいね。そして、川尻さんが共同演出。へえ、そうなんだ。俺は何する何する何する俺何しよう。俺野球わかんねえなー。あ、じゃあ、お家でおろす。お家でどうでも。だって、二人が仕事出てるってことは、確実に空いてる部屋があるってことだもんね。俺はね、お家でおろすまんです。せめて、俺の家ぐらいは俺がおろすまんしなきゃ。そうですね。うん。大事ですから。頑張る。よろしくお願いします。それがね、1月の23日から31日かな。はい、新宿の、サザンシアターという劇場でやるんですけども、まあ、もしね、興味がありましたら見に来てくださいと。はい。よろしくお願いします。まあ、その仕事絡みでですね、ある大学に、お邪魔したんですよ。ほう。学食でご飯食べたりとかして。あ、いいですね。いい。安いの、学食。いや、そりゃそれでよ。いや、あの頃って、学生の頃って学食のありがたみってあんま分かんなくて、なんか別に美味しくないし、みたいに言ってたんですけど。だって300いくらとかで、定食食えちゃうんですよ。いいね。そうだよね。俺もずっとそのあたりに住みたいって思った。あれは会社の社食ってどうなんだろう？値段ってやっぱり全然違うのかしら？もうちょい高いんじゃないですか？俺この間伊東洋華堂火災店さんでイベントして、はい、社食には行かなかったんだけど、社食のところに喫煙所があったから、行ったんですけど、はいはいはい、まあ、あれだね。リアルに伝わるかどうかわかんないけど、社食に行くともうカツカレーが食いたくなる。ああ、わかるわかるわかる。わかる？俺も NHK とか行ったらすげえ食べてくる。そう、なんていうの？その、学食とかの、そう。で、レベルの手も失礼なんですけど、失礼すぎるわ。そう、なんて言えばいいんだろう。いや、その値段でお安く提供する、はい、学生のために、うん、のための、あのカツカレーがすごい食いたいの。そう。美味しいっすねー。ねー。だからもう。あ、で、そんでね。うん。これ、その学食がメインの話。あ、ごめん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 。広げ病だから俺。たまたまあそこから出たら、はあ、川尻さんに、一人の女子大生が、うん。川尻さんですよね。えっ？まさかの僕に。はい。来て、はい。思春期が終わりません。聞いてます。つって、僕ら握手を求められたんです。へぇー。女子大生に。え？女子大生ですよ。俺は？ちょっとお留守番してた時。俺、そうだ、俺お留守番してたもん。でも俺がお留守番しておかないと。俺んちだもん。そうだね。誰かにしてもらうわけにいかないもん。だって俺んちだもん、俺が留守番しないと。そうだね。誰かが入っちゃったらセコムがなっちゃうから。そうなんだよ、そうなんだよ。セコムが来たんで、いや、俺だったんで、俺ですよーっつって、うん、俺ここ借りてるんですよって言わなきゃいけないじゃない？だから俺は、あー悔しい。そう。え、こいつ何も関係ないじゃん、何も関係ないことねえけど。そうですよ。うん。びっくりしましたもん。だけど、そっからちょっと僕ら元気になりました。はい。ちょっとなんかもう、お昼も食べて、ちょっと眠たくなって、ダラッ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 。ね、下を向いて文句を言いながら世の中の。今日も長いなーなんて思ってたら、ちょっとキリッとしましたよね。すごいね。なんか、いまいちこの番組リスナーの顔が見えてこない番組なんですけども。そう。だからね、うっかりね、そういうことでもないとね、うんことか言っちゃいそうなんですよ。あ、言っちゃったけど。そうだね、うんことか言っちゃいました。けど、なんかね、下世話の話いっぱいしそうだったんですけども、うん、ちょっとちゃんと頑張って、
まあ、それは、それはそっちは女子大生にあったからそうかもしれませんけど、俺は今日はもう、うんこの話をしようと思ってましたよ。いやいや、でも、ね。下痢になるとね、肛門痛くなるのって。でもね、情報。なんか、長汁っていうのが。黙れアルカリ性、あれ、アルカリ性だから。皮膚が弱酸性だから。痛くなる。何、何、何。垂れ込み情報が来てんの。何すか、何すか、何すか。垂れ込み情報が。何すか。わしざきさんが女性と踊っていた。これ何すか。ゴーゴーバーですか。ゴーゴーバーを見せてくれよ。都内のゴーゴーバーピアで。あの、デビルマンの一巻に描かれているやつですか。そのまま、ブンブン、そのままデビルになっちゃうやつだろ、あれ。おい、アスカと。血まみれになるやつ。そうだよ、そうだよ。生産な一話じゃねえか。何ですか、これはですね、多分ですけども、うん、あれじゃないかな、宮野守さんの、はい、ファンクラブイベントがありまして、はあ、僕そのファンクラブイベントいつも、司会させていただいてるんですけど、はあ、そのファンクラブイベントが今回ですね、両国国技館。うん、はい、両国国技館でありまして、はい、で、まあ、土俵と全く同じところにこうセットを組んでね、やってたんですけども、宮野守くん、それから宮野くんがですね、スマイリースパイキーというユニットで一緒にやってる高木俊子、俊里くんですね、うん、が出てたんですけど、イベントの企画で、うん、イベントの企画で、客席こう二人が練り歩いて、はい、ちょっとそっか三人選んで、三人ずつ選んで、うん、ステージに上げるって企画があったんです。まあ、素敵。そう。で、一人選んでも、そのまま、また選ばなきゃいけないじゃない二、うんうん、人目、三人目、うん。だから、じゃあ、ステージに行っといて、うん、女の子が、もうバーって来るわけですよ。三、うん、人、三人、六人選びきるまでこう、戻ってこないわけですよ。春、うんうん、人も、宮野真帆ちゃんも、うんうん。で、残ってるの俺じゃないですか。で、皆さんこう、女の子上がってくるでしょ、うん、所在投げにしてるんですね、もじもじと。まあそうでしょうね。何千人とかいる。そう、何千人。何千人が見る。そう。ことなんてね、なかなかないでしょうしね。そうなんです。しかも、ど真ん中でしょ、投票ど真ん中でしょ、うんうんうん、で、もう、その、360で客席があって、その人たちがもう自分たちを見てるわけですよ。うん、そうですね。ね、ももちゃんとか、シュンにはこう、どっか寝られるとか、見てるわけですよ。うんうん、これはもう、ぼーっとしてるわけにもいかないな、つって。うん、踊る？え、なんでなんか喋っても邪魔じゃない、なんか向こうは向こうで、うん、ああ、この子にしようかな、どうしよう、みたいな、こう喋りながら練り歩いてる。そうそうそう。だからなんかトークを挟むのも邪魔だな、と思って。ああ、なるほど。じゃあ、踊っちゃう踊りましたね。女性も踊ったんですか？女性も踊りましたよ。はあ。で、最後には数千人がゴーゴー踊って、全員が悪魔になっちゃう。だから、そう、お前ちょっと一年後くらいにはもう、悪魔族と天使族も、分かれての最終春マゲドンだよ。俺がきっかけで。マムちゃんのマグラムイベントの俺がちょっと踊ったのがきっかけで、春マゲドンだよ。不動明の体が半分に残って、だよ。両国国技館で。そうだよ。血の海が。そうだよ、そうだよ。はあ、でも、そんだけ何千人いたら、わしーみたいな、キャーみたいなのも、うん、あったでしょ？これがね、まあ、正直言いますよ、うん。ありますよ。ね。それはあります。でも、それは、マモちゃんの隣にいて、マモちゃんと楽しくやってる俺だからですよ。全然いいよ。俺もそういうの、やってきたもん。ずっとやってきた、そんなの。なんか、だから。木村良平の隣にいるからみたいなのをやってきた。リアルなのやめろよ。だから、俺はだからね、そう、うん、ね、マモちゃんというカレーがあって、うん、それから福神漬けがあるとするじゃん。カレーがもう美味しい。で、カレー食ってる時のこのたまに食う福神漬け美味しいなーだけど、福神漬けライス福神漬けライスってなった時に、誰もこれを注文してくれんのかと。ね、福神漬けライススープ付き、750円。高い。それ今度の食品サンプル。世の中にないものだよ、でも。世の中に。俺、じゃあ、紅生姜ライスにしよう。牛丼の、そうだね。牛があるからいいけども、もう紅生姜だけのご飯だともう、辛くて酸っぱくて。でもたまに牛丼屋いると、とんでもない量の紅生姜を上にさ、そう。乗っけてる。漫画飯みたいになってる人いるよね。それで、ちょっと間掘って、生卵乗っけてるから。そうそう。ちょっと遠くから見るとネギトロ丼に見えるの。あ、ここはネギトロ丼始まったのかと思ったら、全部紅生姜でやるのみたいな。あるよね。いやー、まあまあでもね、それで。女性のね、うん、リスナーもいっぱいいらっしゃるということをちゃんと意識しよう。意識しよう、うん。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい。僕の夢、叶えてください。
コーナーはですね、はいはいはい、まあ説明必要ないっしょ。あのね、今のところの夢はですね、雑名だよ。乗り物に乗りたいっていうのと、うん、これ雑だな。いろんな乗り物ね。そう。今あの日常にね、生活してるとそう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 乗ることないよなっていうのは乗りたい。わし安田ザライドっていうコーナーと、はいはい、これやっぱこのコーナー名がね、馴染まねえな。わし安田ザライドね。あと僕ら先生をちょっと体験したかったなっていう話で、そうだね、で学園祭とかに呼んでくれねえかって、もう学園祭のね、うん、時期がもう終わっちゃったから。ぶっちゃけ言いますよ。うん、僕2014年。うん、学園祭のこと一本もなかったです。あ、本当どこも呼ばれなかった。今年、今年も。あ、本当に？あれ、俺ら学生に人気ないの？でも女子大生に握手されて。そう。あれ、女子大生じゃなかったりして。大学にいただけで。ちょっと美人だったから、うん、あ、女子大生だって思ってたけど。わかんない。その学校に植えてあるポプラのせいかも。ああ確かに、女子大生ですとは言ってなかったよ。そうだよね。でも女子大生って女子大生ですって言わないもんね、あんまり。そうか、ポプラのせいだったら、ああ、匂い嗅いどけばよかった。そうだね。そうだね。それか、学食の厨房にいた人がもう終わったから、着替えて出てくるとか。わかんないけどね。そう、全然なかった。僕もなかったんですよ。ねえ。そういうことでね、何でしたっけ、はい、青春お邪魔しますでしたっけ、そこなんね。うん。はね、ちょっと一旦お休みなのかなと。あるいはまあ、時期が外れた。例えば。そうね、学祭からも外れちゃった。うん、違う行事にっていうことがあれば、ちゃんと許可を取った上で。そうですね。来ればいいじゃないみたいなのじゃなくて。そうそうそう。誰でも入りますよって書かれても無理なんですよ。そうそうそう、そうなんですよ。なので、ちゃんと許可を取った上でお願いします。じゃあ、とりあえず、その、車行ってみましょうか。車とは限らない。車って乗り物。乗り物。わし屋さんザライドね。はい、のコーナー行きましょう。はい。よと。こう、いろいろ来てるんですけど、うん。あ、トムさん。はい。これいただきました。その名前だとびっくりした。早速ですが、乗り物の類に入るかわからないのですが、はい、ハングライダーというのはどうでしょう。ああ。女性と空を一緒に飛ぶこともロマンチックかもしれません。おお。ハング、あのさ、違う、ハンググライダーだ。なんか空飛ぶ系のものっていくつかあるじゃないですか。はいはい。どれがハング、ハンググライダー？あの、三角のやつで、うん、こうやって、なんかこう、なんていうの？鉄棒みたいなのがあって。あって、うん、地面と水平に体がなるやつじゃない？トトトトトトって、坂のところトトトトトって走ってって、ふわーってなるやつがそれ？あの、誰か、ルパンがやるやつがハンググライダー。あー。あれ？あれって複数人でできるの？あ、なるほど、なるほど。免許持ってないと。だから、その、インストラクターさんが女性だったらっていう話じゃん。あ、なるほどね。なんか、いっぱいあるからよくわかんなくて。前も言ったかもしれないけど、船をさ、うん、あの、船になんかロープみたいなのつけて、それでこう、ウィーンって飛ぶやつもあるし。あれは何？あれがパラセーリング。わー、いっぱいある。いや、でもどれもおっかなそう。いや、でも、俺、あの、バカなんで高いとこ好きで。そうだ。そうだじゃねえよ。バカだ。バカだ。いいやつなんだよ。そんなことないでしょとか言って。ハンググライダーもでも憧れる。うん。でも確かに。うん、スカイダイビングとかね。うん。スカイダイビングこそ女性インストラクターとかいそうじゃないですか。もうずっと一緒ですよ。あ、でもそれどころじゃないか。ドキドキどころじゃないか。ずっと一緒ですよ。離れた時が最後の時ですよ。そうだね。絶対離さないでねってやつですよ。ねえ。おー。あ、これは乗り物として、ね、あ、でもスカイダイビング乗ってねえもんな。そうだね。やっぱりこのハンググライダーだな。でも確かに、その、テレビとかで見たことあって、うん、でも普通に生きてたら一生やりそうにない、何の一つではある。あ、俺は高いのがやっぱ怖いけど、うん、興味がゼロではないですね。確かに。なんかね、結局なんかが変わるんだと思うんですよ。うんうんうん、なんか、嫌、うん、だ嫌だって言いながらも、うん、経験としては、一回やってみたい。出るっていうのもなんかありかなと思うよね。ちょっと、高橋さん、ご検討ください。まあまあ、いろんな。僕は怖い？あんた乗んなくていいんだよ。高いとこだ。あんた乗んなくていいんだよ。そうじゃね、歯じゃねえよ。歯じゃねえよ。僕らでしょ？そんなの、勝手にやってくださいよ、それは。そうだよ。うん、なんで君が乗ることになってたの？こちら、ルナルナさんから。いただきました。浅野さん、わしざきさん、こんにちはと。名古屋市在住の主婦です、うん。私は以前、なんと消防車に乗ったことがあります。え娘が幼稚園入園前に入っていたサークルで消防署見学を企画し、運転席に座って写真を撮らせてもらいました、うん、その際にいつでも気軽に見学に来てくださいと言われ、実際に友達は近くを通ったついでに何回かお邪魔させていただいたみたいです。ですので、消防署に行けば意外と気軽に乗せてもらえるかもしれませんので、ぜひ一度見学に行ってみてください。本当に？それ子供だったからじゃないの？気軽に見学に来てくださいっつって
やってるつって。のれん、のれんぱって。やってる消してるなんつって。帰らないでしょ、普通。ねえ。あ、近く来るよ、あとんならさ、なんて。はい、これ。いや、こんな、ナチグロン食べな、なんです。こう、そこ、こうやってナチグロン食べな、なんです。いい大人がいてさ、邪魔だって言われるでしょうよ。え、名古屋の消防士ってそんないなせなんですか？フランクなの。粋なの？うん。おめえ気に入った。おめえだったらいつ来てもいいよ。おめえいつでも顔見せに来な。気持ちいい若者だな。名古屋なのになんで江戸県みたいな。おい、ウイロクティあ、ほんとっすか。ね。そ、ほんとにそんなこと俺、ないと思うけどね。うちの近くの消防署もこんな感じっすよみたいなのがあったらくださいよ。これ一個じゃちょっと怖い。そうだね。うん。いや、なんか、暇そうじゃないよ。ほぼほぼ、ね。ほぼほぼなんか出動してるよ。ねえ。うん。だって、あれですもんね。救急車だって、うん。消防署から出ますもんね。ああ、ありがとうございます。そうだよね、うん。で、本当に火事とか以外でも消防の方が動くから、そういうことも多いので、なんだかんだで、うん。忙しくしてらっしゃると思うんだけど。あれはあれか、うん、消防博物館みたいな、そういうの、わかんないけど、あんのかな。ああ、そうだったら、防災なんとか。そうかね、そういうのがあるんだったら。うん、じゃあ気分だけでも乗れる可能性は。いいけどね。四ツ谷にある？四ツ谷にあんの？あったっけ？消防博物館？え？交差点とこに？え？めぐみの目って書いた、うん、なんか、ハッピーとか。来て。うん、行ったことないから分からない。来たことないな！そうだよ。消防士はみんな稲瀬だよ、ちゃんと。仕事でやってんだよ、うん、え、何ある？あるの？あるの？あるの？うん、あ、じゃあ、行く。初ガツオの時期だからな。あら、食っとかねえとよ。また江戸っ子。江戸っ子意外と。なんつって。今年の江戸っ子は大量だね。他にも乗り物の情報ありましたら、思春期あと響き -radio.jp、わしやすさざらいのコーナーへ送ってください。そうなんです。でね。前に話してたんですけども、うん、プロレスラー。あ、プロレスラー？肩車をしてもらおう。ありましたね。言ったでしょ？言った言った。どっちが言ったんだっけ、これ。俺が言った？うん。俺が言ったんだっけ？そうそうそう。まあ、今となっては別にそこまで乗りたくないんですけども。なんでだプロレスラーさんのね、OK が出たらしいですよ。え、プロレスラーさんの OK が出た。プロレスラーさんの OK が。そんな大きいくくりプロレスラーさんっていうか、そのプロレス団体というか、その、なんか、はいはい、窓口というか。うん、そこの OK が一応出たらしくて、うん、どなた、がいらっしゃるかわかんないんですけども、うん、そのレスラーに肩車をしてもらえると、うん、ただ問題は今俺のテンションはそうでもねえってことなんですよ。これ内緒ですよ。じゃあその時までもう一回上げとくじゃん。もう一回上げとくじゃん。なんか見て、うん、プロレスの試合を。もしくは肩車をされてる子供を見るか。うん、そう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 。そうそう。それでちょっと上げといて。うん、いや、俺が怖いのは。うんなんか、上限反射でバーンってやらないかっていうことだけ。そんなやついねえと思うけどな、いるかな。だってさ、そんなだって肩車するときなんて、そのお子さんがいらっしゃるレスラーさんでない限り、技かけるときじゃないですか。まあそうだよね。思わず体が、うん。あって動いちゃうかも。動いちゃうかもしれないし、うんうんうん、そこそのままガーンと行かなくても、うんうん、誰か別のレスラーが高いとこから。ああ、そうか。そうだ、場所によるよね。トップロープから。うん、トップロープ、そうだ。ミサイルキックっていう可能性ありますから。トップロープがあるところでやるのはじゃあ怖いね。やめましょう。トップロープができるだけないところにしよう。できるだけだよ。あと、天井の高さ気をつけて。そうだ。よいしょってあげちゃったらね。そう、ジョリー。そう、俺だけ2階にこんにちはの可能性ある。どうもーなんつって。どうもーなんつって2階にこんにちはの可能性。キャーエッチーなんつって。ちょうどスカートの中のところに。あ、やべやべやべ。女子大生聞いてるんだ。やべやべやべ。そうそうそう。そうなんですって。だから、うん。ちょ、してもらいましょう。アナログもしてもらうでしょ、もちろん。はい。ね。あったらね。怖っ。ただやっぱり、どのレスラーさんかに、よってね。よりますよ。天山さんだったらやっぱ角掴んじゃうしね。うん。俺もライガーさん掴んじゃうと思う。そうだよね。うん、そうだよね。怖い怖い。マスクを剥がそうとしてるな、みたいな。あ、みたいな。ね敵だって、その瞬間まではそう、ちゃんと僕も笑えてできますよって言いながらも、うん、そう。マスクを一回食って引っ張ったら、うん、脳内がもう全部プロレスラーになってしまう。もうそんな、うん。そうだよ。俺が 100% プロレスラーになる前に逃げろーっつって。うおー、俺の体が 100% プロレスラーになる前に逃げてくれーっつまだ、ここ
心にコメディーが残っているうちに。その時肩の上乗ってる。逃げれねえ、逃げれねえ。逃げれねえ。まずしゃがんで、まずしゃがんでくれないと無理だよ。逃げれないよ。そうですよね。なんかもう、知れないよ。あ、喉行って、もう今日俺。喉行って。高橋くんも、ちゃんとその辺分かってそうな。そうだよ。レスラー選んでくださいよ。うん、なんでニヤニヤしてんだよ。ちょうど、番組1位取ったんだからね。ね。ね。怪我率1位は別に取りたくないわけですよ。そうだよ。そうだよ。ちゃんとお願いしますよ。ね。ふわふわ、もしそのレスラーさんがどうか信用受けなかったら、せめて床はふわふわにしといて。あ、そうだ。ふわふわした、子供しか入れない。ああ、あそこで。あそこでならいいよ。そしたら、あ、ダメなの？え、なんだよ。そしたらもうダブルですよ。二枚抜きなのに、ね。二枚抜きだよ。二枚抜きなのに。ビニールのふわふわと。無理か。レスラー。無理か。じゃあ、高野豆腐をいっぱい敷き詰めて。そしたら、あとは俺が、高野豆腐いっぱい敷き詰めたところを歩きたいっていう目をもし持ったら、二枚抜きだもんね。持たないもの。持たないもの。ジュージュー、ジュージュー。ジュージュー出てきちゃうから。そうです。だから、発射させないのも、はい、動きがあるということでございますので、皆さん、はい、ご期待ください。お願いします。思春期が終わらないそうですね。さあ、続いてはこちらのコーナー。サンプルと実物は違う場合があります。おお。はい。作りましたし。作りましたね。あとね、はい、鷲崎さんの誕生日に。はい、そうだ。野津先生から。はい。あのケーキのミニチュア、そうミニチュアのやついただきました、うん、すごいね、やっぱ手作りのものいただくってやっぱりなんかちょっとねドキドキしちゃいますね。しかもなんかお菓子を作ってくれる女子はいたかもしれませんけど、はい、あれはない、あれはないですよ。飾ってる、ちゃんと飾ってますよ。俺マジで飾ってますよ。うわー、うん、いいな、いいな、あんな美人から食品サンプルもらうって。ね。食べてねっていう、食べてねって言われることあるけど、食べないでねってこう。そうだよね。言われるってことだもんね。新しい。新しいもの。何ですか？はい。実はですね、うん、発表が皆さんに。何ですか？ございましてですね。付き合った、付き合ってねえよ。これは、まあ、はっきり言うとく。もし付き合、もう、仮に付き合ったとするじゃない、うん、発表絶対にしない。なんでよ教えろよ教えねえよ。だってよ、なんか、教えねえよ。俺たちがだって引き合わせたみたいな感じあんじゃん。ヒッタさんと俺たちが。ねえ、わかった。じゃあわかった。付き合ったら、うん、付き合ったら発表しよう。絶対お願いします、ね、はい。結婚することがあったとしても結婚式で、うん、ウェディングケーキは、ミニチュアです。切れない。ミニチュアのサンプルです。カンです。コンツ。それ面白い。超面白い。で、お客様に出てくるのも全部サンプル。食えねえの。そうなの。新郎新婦初めての共同作業だから、俺も慣れないながらも作っているコース料理じゃない。だからテーブルによっては、そうよね、いい出来のやつと、悪い出来。違う、そんな話じゃねえんだよ。何なんとですね、うん、本日ですかね、配信当日の11月の19日、はい、水曜日からですね、12月の9日までですが、うん、我々デザインの食品サンプルを受注生産いたします。イエーイ。さあ、もう上層部から目をつけられてるというこの番組ですけども、うん、実際ビジネスが動き出しております。出したのね。そうなんですよ。はい、なるほど。え、何を売るんですか？まあだから要は、我々デザインって言うともうやったのあれしかないでしょう。ああ、湯切りに失敗したカップ焼きそばと、はい、お尻に蜜のいっぱい詰まった。アリです。アリ。あれなんて言うんでしたっけ？蜜つぼアリ。はあ、この二つ。この二つをですね、満を持してのセットで、切っても切り離せないでしょ。でも、お高いんじゃないんですか。またまた、いいですか、はい、2つセットで、なんと、お値段、はい、3000円だけ。ご主人、ちょっとご主人。なんでご主人、違う。だけだよ。だから、うん、違うじゃん。生産のね、ラインにちゃんと乗っかってるもんだったら、うん、ある程度値段抑えられますよ。あ、この番組、
たまたま、なんていうの、メールがいっぱい来てて、紙がいっぱい刷られてる程度の番組ですよ、まだ。そうだ。どれぐらいね、聞いてくれてる人が、どれぐらいこれを買ってくれるか分かんないわけですよ。はあ、はあ、で、普通にやっぱり手作りでちゃんと作っていて。そうだ、僕らが一つ一つ、受注の数だけ。はいはい、うん、もう、俺ら、まあまあ忙しい。そうだよ、そうだよ、そうだよ。まあまあ、そう。だし、野津先生だって忙しいわけでしょ、うん、工場に、野津ロボットがずらーっと並んでて、ウィンキシカン、ウィンキシカンって作れるんだったら別ですけど。僕らが、ラジオなり、はい、アフレコなり終わって、はい、夜な夜な帰ってきて、はい、あー、ダメだ、2個作ってかんねえよ。内職だよ、内職。内職だよ、それ。でも、それ考えたら3000円はお得。そうですよ。なんかいろいろと、そのパッケージングとか、まあいろいろ含めてですし、うん、そうだね。これぐらい取らないとだよ。やってらんねえよ。やってらんねえよと。ね、その局的な、その、金の部分も含めてだよ。うん。送料、ね、送料とかそういうこと。そうだよ。局としてもさ、事前事業でやってるわけじゃねえんだよ。お前らが飲んでるペットボトルの水だってただじゃないんだぞ。ただじゃねえんだよと。うん、そうなんですよね。なので、3000円で、ただ11月の19日本日ですね、からですね、12月の9日までという、切ってありますので、割と。うんうんうん。時間帯的に、ね、だってね、これ、例えば、来年の2月までとか言ったら、うん、もしかしたらわかんないよ、うん。そんなに欲しがる人がいるかどうかわかんないけど、100個とかになったら。そうだね。俺たち結構辛いっすもん。そうだね。うん。割と忙しめ。ちょっと、うん、もうね、うん、ダイヤのエースを川尻さんに任せて、ごめんなさい。そうだね。ごめんなさい。ごめんなさい。俺カップ焼きそば作んねえんだよ。俺、そうだね、役者たちがすげえ頑張ってる間も、稽古場でずーっと麺を作ってる可能性あるんで。そう考えると。そうだね。そうだね。ちょっと12月9日まで、ちょっとね、決断するには短い時間かもしれませんけど、うん、はい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 、あれなんかこいつらのために、あるいは思春期が終わりませんのために買ってやってもいいかなと思ったら、うん、はい。ぜひ、予約してほしい。でもこれが本当にめちゃめちゃ売れたら、うん。第2弾、第3弾出せって絶対言ってきますよ、この、その、上層部は。目をつけているもの、我々、これはもうお金になると。はあ、ビジネスになると。もう思われてるわけですから。ぜひお願いします、それは。そうだよ。そうなった。武道館今から押さえといた方がいいんじゃないですか武道館。何すんの武道館で。ちっちゃいカップ麺がトンって置かれてるもんね。そのサンプルが。だってよく言うじゃないですか。これは売れるぞと思ったら、もうああいう大きい箱はね、もう何年も前からそうだそうだ。借りられてるんだぞと。そうだわね。絶対やんない。絶対やんない。絶対やんないって何？何？かかってこいよ。おお、なんだおい。おい。おお、かかってこいよ。なんだ俺ら武道館、じゃあいいよ。なんか日体大の武道やる武道館でいいよ。体育館だ、いわゆる。ダメ？ダメだよ。ダメに決まってんの。決まってるっつっちゃったもん。疲れて俺決まってるのこと決まってるっつっちゃったもん。なんでまあまあね、はい、これが売れたらまた、次の、まあ売れるっていうラインがどれぐらいなのか我々にはちょっと計り知れない部分もあるんですけれども。よっちゃった弁当とか、なんか第2弾として考えてます。ね、いやでも上はさ、一回売れたらさ、似たようなやつ第2弾作れっていうよ。なんか虫となんか麺だっていう。上はそういう時に売れたら、ファーストシングル売れたら似たようなセカンドシングル出せって言うんだよ。そこは戦ってよ、高橋君。そうだ、そこは高橋君で。いや、よっちゃった弁当なんです。そう。僕の彼女がなんで泣いたか知ってますかって。その話からして。泣き落としだ。泣き落としだ。その話からお願いします。そこはもう高橋君に頑張っていただきましょう。上層部のね。上層部の顔に、その、ランプをパーって当てて。母さんが。それで高橋君バーンって家に帰って、彼女に、仕事辞めてきた。なんがわかんねえやつはもうやってらんねえと。そしたら彼女にバカじゃない言われちゃうやつでーす。でーすだって。はーい。というわけでよろしくお願いします。思春期が終わりません。わしざきたけしの叶えてぶちロマンス。わしざきたけしのってついてたっけ？そうですよ。ついてたっけ？だってもう、基本的にはわしざきさんが。まあね、俺のね、プチロマを叶えてくる。叶えていく、はい。基本的にはまあ、今のところは、手を握る、うん。手を握るです。100人。100人。100人と手を握る。はい、マッチキンさんからいただきました。はい。手押し相撲なんていかがですかと。手が触れ合うだけのじらしもよし。ガッと手を握り合うのもよし。うんうん、
前に倒れてトラブル的展開に持っていくのもよし。うん、ああ、ドーンってね。アジザキさんが手に触れようとして女の子がパッと引けば、うん、大好きなおっぱいにタッチも事故だからよし。女と男、女とワシザキ。ラブでエッチな駆け引きが楽しめますよ。何を言ってるんでしょうか。あー。でもこれ送ってきてるマッチキンさん女性ですから。あ、そうなんですか。しかも10代。マジですか。随分バカなプレゼンだなと思って聞いたんですけど、これね、会議室に、うん、取引先がバーっている中で、ちょっと暗くなったところで、パンってこう映像出しながら、はい、ということでございましてですね、プチ、ロマンスを叶えたい。その場合はですね、手押し相撲ドンって。その場合我々が考えたプロジェクト、こちらです。ドン、手押し相撲って。例えば、ドンってやったら、手を押し合うのもです。これが普通の手押し相撲の、絵が出てくるでしょ。その次に、ガッて倒れて、胸のところをポンってこうなってる絵が出てきて、でもこれは事故だから仕方がないんです。すごいバカサラリーマンの。これで、参考映像出ますか、はい、トラブルの漫画が。出てくる。そう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 。うん、っていう、バカサラリーマンのバカプレゼンで、うん。あれはど、あれはどこの部署の誰だなんて言われちゃうやつ。まあでも、いいですね。これ自体は、なんて言うんでしょうね。手をただ繋ぐだけじゃなくて、この手押し相撲って言うんだっけ？ポーンってこう、やったり、ふ、うんうん、ってこう、引いたりするのが、ちょっと駆け引きでいいよね。あ、なんかドキドキしちゃう、ね。で、なんかわかんないけど、うん、あれやってるやつって、うん、だ、もう 80%90%、ニヤニヤしてる。そうなのなんか笑ってません？あの手押し相撲やってる時。おー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 すげえ真剣なやつはいないんですよ。普通の相撲の時とかはなんかこう、ちょっと、あーってなってる。そりゃそう、そりゃそうだよね。なんかで、手押し相撲の時にみんなちょっと笑っちゃうんですよ。そうだよね。朝青龍だって手押し相撲だったら笑うと思う。笑っちゃう。いや、てか、いや、朝青龍と手押し相撲やることになったやつは笑えないから。やべえってなる。だけど、ほら、和地崎さんはね、はい、その、両国国技館で、行事の格好をしてイベントをしたっていうのは。行事をやったんですよ、僕、はい。これに繋がるのかもしれない。ちょっとこれ、はい、これちょっと考えてもいいかもしれないです、ね。手押し相撲ね。うわぁ、でも。そうですよ。でも、ただ単に。うまくなっちゃうな。本当に事故でおっぱいタッチした場合にも、これで訴えちゃダメですよ、これ。そうですよ。これは、その、ちゃんと誓約書書かせますからね。そうですよ。ただ、事故でおっぱい触った場合も。うん。だから、事故を装うこともダメですけども、だから、事故を装うことは、なんで黙ってんだでもそれはテクニックじゃないだから、まあまあまあ、ちょっとこれがいいですね。そうですね。でね、ちょっと、もう一つ来てるんです。あ、はい、何でしょう。これは僕はすごく読みたくて。ディスクさんからいただきました。はい。なんだその名前。早速ですが。早速ですが。ミニチュアフードデザイナーの野津さんと、はあ、和志崎さんについて、はあ、衝撃の事実が分かったので、急いでメールを書いてます。なに私は、はい、和志崎さんとも親交がある占い師のゲッターズ飯田さんが大好きで、ゲッターズさんの相性診断で、うん、勝手に誰かと誰かを占うのが好きなのですが、はあ、なんと、野津さんから見た和志崎さんの相性が 93% だった、はい、おお。実はゲッターズ飯田さんの相性診断はとてつもなく厳しく作られていて、相性が 90% 以上になる確率は60万分の1だ。ゲッターズ飯田さんも今の奥さんとの相性は 90% 以上。へぇー。野津さんからもとても好意的なメッセージがありましたし、うん、これはもしかしたら進展があるのでは。なるほど。私は鷲崎さんの幸せを心から祈っています。これ、画像の。うん、こういうの。あんだね。へぇー、ゲッちゃんのやつどう？こういうのを言われると、ちょっと意識しちゃいますしね。運命の人の可能性が高いです。93%。ほんとだ。ほんとだ。バランスの取れた最高の相手だと書いてある。それ持って帰っていいですよ。ありがとうございます。あ、これ持って帰って、家でやるよ、じゃん。家で一回見るよ。ああ、そう、すごいね。これさ、野津さんにも言っといてくださいよ。あ、北さんに伝えた。でも、北、そうか。でも我々はね、その、北さんの餃子情報等ですね。そう。餃子情報じゃねえんだけどな。一応なんか。そう。武士ロード関連情報ですね。我々言って、仲間だと思っていただきたい。そうですね。もう応援していこうと。うん、でもね、これはすごいことですよ。これはすごいことですよ。いや、だって僕、すごい最近人とすごいばったり会うんですよ。ほう。例えば、はい、マネージャーさんと一緒に、
小野大輔さんの話をしてたら、うん、その10秒後、うん、駅のすっごい混雑してる中で、うん、10秒後に小野大輔さん。へー。そういうことがいっぱいあって、うん、もうそうなってくると、うん、なんかわかんないですよ、うん。なんて表現したらいいのかわかんない。宇宙的エネルギーが、うんうんうん、今俺のところに集まっているのではないかと。怖い。怖いって言うなよ。怖いって言うなよ。浅沼くんが怖いよ。怖いこと言ってるよ。怖くないよ。電波じゃねえよ。だから、なんかあんじゃないかって思うじゃないですか。そうね。なんか、偶然みたいなものがこう重なるとね。そんなことが、すごくありすぎて、うん、ちょっともう、こういうことにも、もう結婚したいなよって思うタイプだ、僕、もう今。今そういう。もうわしなきゃもう。そういうモードに入っちゃってる。そう、わしなきゃもういないから。いないからってなんだよ。いないよ、もう。だって、これで探したらもう、あとはもう 43% とかの人しか出てこないよ、もう。この先。今 93% 握りとけっていう。もうそういうモードになっちゃってる。なるほどね。おー。うん、いや、でも、ありがたいですよね、90% これは、うん。これはちょっとね、この番組でも、はい、ゆっくりと見守っていきたいと思って、二人の馴れ初めはって言われたら、水つぼありでした。アリを一緒に作りました。キョトン。大変甘い、スイートな出会いでしたね、だって。皆様にはデザートとしてそれを用意しております。アリが、ギャーギャー言うて、まあ、それは本物なんだ。というわけで、はい、鷲崎さんの叶えてプチロマンス、こちらの方もどんどん送ってください。思春期が終わりません。思春期が終わらないそうですね。思春期が終わらないのは？はい、前回、DJ CD が出ると、うん、で今回サンプルを受注販売、はい、そして宣伝をしまして、はい、それからイラストレーターさんにねスタンプのイラストを描いてもらうべく見学していただいている、はい、いよいよ作手のほらほらとねいよいよ作手の手が、はい及んでいますよ。ねえ、ねえ、もうどうします？はい、あ、なんだよ、金儲けだったらじゃあ聞かねえわみたいなことで再生数ドーン下がって、我々牧歌的にやってたここに高速道路が通っちゃいます。我々の土地に、山の上に高速が通っちゃいますよ。まあまあでもね、まあ面白くはしていきたいので、うん、まあなんだろう、だからといってつまんなくはしていかないつもりですけれども。そうですね。あとまあそろそろなんか弾いてもいいのかな、うん、まだ早いかなどうだろう。でも夢だって叶ったイメージあんまないっすよ。そうね。俺皆口優子さん、うん、でしょ、うん、あと何、あーそれ食品サンプルね、2個じゃん。人力車。まあね、まあわしやただライドのまあ熱しちゃったけど、まあ、まあ人力車ね、うんね、あそろそろ、あとは肩車がもうすぐアマランサス、うん、何それ。アマランサス何それ何それ。何そんな初期だけあった設定のやつでしょ、キャッツアイのアイちゃんが目から達人みたいなやつでしょ、もう4巻あたりで亡くなっちゃったらあの設定でしょ。ない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 アマランサスなんてない。アマランサスなんてこの世にない。そろそろ筋肉マンの夢も叶えさせてよ。そうだよ、叶えさせてよ。まあ、筋肉マンの夢も叶えさせてよって言うと、王位継承することとか、そうだね、筋肉性、そして地球が平和であることとか、牛丼食べ放題であることだと思うけど、そうじゃない。そうじゃなくて。筋肉マン関連の夢も叶えさせて。ねえ、なんだ、だって大人になってからの夢が多いもの。うん。子供の頃、思い描いてた夢をね、叶えるっていうのが、そうです、そうです。最初のコンセプトだったわけだから。うん、はい。てっぺくん最近そうですねしか言わなくなっちゃった。どうする？あれでなんかすげえ、いいカーディガンとか着るようになった。なんかアルマーニのスーツとか。うわー。その、なんだ、
サンプルが売れすぎて。ああ、ありえるね。サンプルが売れてあいつに金入んの？マージン取るの？取らない？取らないの？いいんだよ、取ったって。俺内緒にしといてあげるからいいんだよ、取ったって。え？会社員だから。会社員だから。あでも俺、君が独立するって言うんだったら、応援するよ。笑っちゃった。笑っちゃなんだよ、最初から最後まで笑ってんだな。はい。次回の配信は12月3日になりますので、ぜひ聞いてください。はい。それじゃあ、今回はこの辺で、さようなら。君の夢も、闇も、目も手も荷物も上に。